乗クラスカイラインサイクルヒルクライムは、岐阜県高山市の電波平を出発、平湯峠を経由して、乗クラスカイラインを登り、乗クラだけの畳平の鶴が池駐車場をゴールと、する自転車ロードレースである。乗クラヒルクライム実行委員会岐阜県、自転車競技連盟、全日本実業団自転車競技連盟、高山市、飛騨、高山観光コンベンション協会、 日田乗倉観光協会、乗倉観光協議会、入川旅館組合、奥日田温泉号観光協会、奥日田温泉号旅館組合、岐阜新聞、岐阜放送距離約 18.8km、平均勾番約7.2%である。実業団の部、ロードレーサーの部、マウンテンバイクの部がある。乗倉スカイラインで、マイカー規制が実施されたことにより実現された。 マスドスタート方式の個人ヒルクライムロードレースで、中盤は10%近い勾配が続くが、ゴール付近に近づくにつれて緩やかになる。通行規制が行われないため、道路交通法にのっとって走り方をする必要がある。大会前日に受付と車検が行われる。前日のコースの思想は禁止されている。北西の風が吹くため、天候が変わりやすい。 第10回のリクラのリクラスカイラインサイクルヒルクライム2013は悪天候のため中止された。畳平付近では晴れていても摂氏10度以下になり、下山の際に防寒着が必須であるため主催者が荷物をゴールまで運ぶ。ありがとうございます。